皆さんこんにちは。今日は3ヶ月目で月利28万円を達成された夏木さんに Zoom でインタビューをさせていただきたいなと思っています。最初は大きな目標を掲げて物販を始めたというわけでもなく、自分自身にできるかどうか不安でいっぱいだった方なんですが、スタートされてからどんどん実績を伸ばされていて、これからも楽しみな方なんですよね。どのように物販に取り組まれて実績を伸ばされているのか、これから物販を始めてみたいなとお考えの方には参考にしていただければ嬉しいです。ではお電話してみますね。夏木さんこんにちは。ちょっとめっちゃかぶってるじゃないですか。ちょっと私と夏木さんのめっちゃかぶってるちょっと待って待って、あの夏木さん夏木さんの声がミュートになってるんでオンしてもらっていいですか？ちょっと待って、めっちゃ面白いちょめっちゃ面白い、ほんまにちょっとこれめっちゃすごいですね。この図同じ服着てるみたいちょっと面白いからこのまま行きましょうか。半袖なんですけど落ち着いて聞いていきたいなと思います。これからこの動画を見ていただく方って、これから物販始めたいなって思われてる方 で、知らないことがすごいたくさんあると思うんですよね。なので、今日は夏木さんがどんな感じで物販に取り組まれてるか、利益出されてるのか聞いていきたいなと思ってるんですけど、夏木さんね、住まい徳島ですよね。はい、徳島って言ったら鳴門の渦潮ですよね。あ、そうですそうです。徳島のもうちょっと中に入った徳島市内なんですけど。なずきさんのじゃあ年齢と家族構成も教えてもらっていいですか？年齢は32歳です。で、家族構成は私と小学6年生の息子と7年ぐらい一緒に住んでる彼と猫のエマちゃんの4人で住んでます。かわいい。猫のエマちゃんの存在感もめっちゃ大きいですからねめっちゃ、あ、そういえばなずきさんって兄弟もご兄弟も多かったですよね。めっちゃ多いんです。8人兄弟になります。8人兄弟ってこの時代すごい珍しいです。すごいですよね。何番目ですか？の一番上になりますね。めっちゃ仲いい。仲いいですよね。なんか話聞いてる感じからすごい近いなっていうのは伝わってきてたんですけどね。よくお家とかにも遊びに来てムーパン手伝ってくれてるみたいな感じ。ねえ、そうです。そうなんですね。もう今はずっと物販専業で夏木さん取り組まれてると思うんですけど、前はどんなお仕事されてたんですか？前はアパレルとスポーツ用品を売ってるお店で働いてて、はい、アパレルの知識も少しだけあったんですけど、でも全然見たことないブランドばっかりで古着は全然違いますよね全然違いますね、アパレルの知識あってもなくても一緒って感じですか？そこででも役立ったことが一つだけあって、何ですか？袋詰めするときにめっちゃ綺麗に畳めます、さすがアパレルの人って、この体使ってこうパン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 って畳む、あれですか？はい、あ、すごい。いや、ぜひそれ見せていただきたい。大きい袋にこう綺麗に入れるっていうことができて、それがなんか自分の中で楽しいなって感じる。いや、それ最高。なんか今ちょっとパンパンって畳める服とか後ろにあります？ありますね。あります。ちょっとそれパン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 って畳いて見せてもらえますか？なんかこのブラウスとか、これもちゃんとボタン閉めて、ボタン閉めるのが大事なんですね。ボタン閉めるの結構大事ですね。形が崩れないんで、さすが。下まで閉めるんですか？大体で大丈夫です。大体でも T シャツが一番畳みやすいですね。あ、ないですね。ここから向こうして、おうおう、でもこれちょっとテロテロしてるんで。おー、テロテロしてるあー、なるほど、そうやって畳むんだ。じゃあこれでなんかお店に置いてあるような感じ。すごい。でそのままシュッと OPP 袋に入れる。そのまま OPP 袋に形整えて入れます。これぐらいの。おー、さすが、全部揃ってる。いやー、もうそこはもうスキルですね。やっぱりお仕事されてきたスキル。でもこれもやっぱり初心者さんでも慣れたら結構できますか？あ、そうですよね。で、綺麗に入った時はすごく気持ちいいですよね。そうですよね。なんかプロっぽくできたみたいな商品できたみたいなね。なつきさんって物販始められたのっていつくらいからでしたっけ？物販スタートしたのが2024年の1月6日。今年ですね。
そこからはもうスムーズでしたか？ずっと。そこからは1日10出品し続けて、うんうん、その1月の終わりには300出品できたんですけど、うんうん、アカウントのなんか移行をしなくちゃいけなくなっちゃって、うん、そこでまた1から0からになってしまって、もう頑張った出品がこうゼロになるって、しかも300出品ってすごいので心折れると思うんですけど、そこをこう乗り切ってでやり直せたのってどうしてだったんですか？でもやっぱりまだ始めたばっかりっていうのもありましたし、うん、そこでなんか、まあ、折れてたら絶対この先続かないなって思ったのと、うんうん、相談したらすごく元気づけてもらえて、まだまだやれるなって全然大丈夫でした。素晴らしい。そこがあったからビューンってね、そこからさっきなつけさんの利益のこの実績の推移をちょっと見てたんですけど、そのアカウント移行後2月からですよね、スタートされたのが。2月からスタートされて2月の半ばでしたよね。で2月の利益が 13,061円だったんですよね。その翌月の3月の利益が 174,342円。ビューンみたいな、こんな、もうこれすでにすごすぎるんですけど、もうさらにその次の4月の利益が284,552円。最初の目標利益3万円って言ってましたよね。そうです、すごい弱気になっちゃって。私にできるのかなみたいな。できました、もうさすが、やるって決めたらできましたね。はい、はい、でもそのブッダはじゃあそもそも始めようと思った理由って何だったんですか？理由は本当にたくさんあるんですけど、本当に一番初めは自立したいなっていう気持ちが強かったです。仕事を探す時に在宅で探してたんですけど、もう在宅で探すとスキルが全くないので、まずスキルをつけるところからになって、もう稼ぐっていうことが、すぐに稼ぐっていうことがちょっと難しい状態だったので、その時にちょうど YouTube でメルカリ物販を知って、これだったら私でも続けられそうやなと思って、でそんな中ででもこう私に連絡してきていただいたのってなんでだったんですか？本当にいろんな方の見てたんですけど、その時にちょうどインスタグラム見てたら、もうベンネさんのショートが流れてきて、でベンネさんの話し方とか雰囲気がめっちゃ好きだって。わー嬉しい。そうですね、とりあえず最初は、まあ、どんなもんなんだろうと思って、とりあえず連絡してみようみたいな、すごい軽い気持ちで連絡して、だんだん話していくうちに、こういうスクールがあってこういうところに入って学んでいくんだっていう順序が分かってっていう流れでしたね。そのスクールの存在を知った時に、スクールで学ぶこと自体って必要だなっていうふうに思いました。最初はスクール入らないといけないのかとは思ったんですけど、実際に入ってみて人から学べたことによって結果が出るのが本当に早くて、でも何をやるにしてもまずは誰かから学んで始めると思うので、基礎がしっかり学べるスクールは本当に必要だと思います。でも実際にやっぱりスクールを知らなかった状態のことから考えると、スクールでこう学び出したらやっぱりイメージとちょっと違ったなっていうところとかってあったのかなと思うんですけど、実際どうでした？スクールで実際に学び始めて、私は初めに一人で黙々と作業をしていくのかなって思ってたんですけど、実際はスクールの生徒さんの皆さんと助け合いながら、励まし合いながら、ちょっとお互いに稼いでいくという感じで、一人だけど一人じゃないみたいな、同じ稼ぐ目標を持った仲間がいることがすごくいいなと思いました。環境って大切ですよね。私もめっちゃそれ思います。私もこの環境に入れてすごいラッキーだなって自分自身に思います。いや私もすごい思ってます。こういっぱいある中でたまたまここだったのがラッキーだなってめっちゃ思ってます、はい、なつきさんにとって物販始めて良かったなって思うことってどんなことがありますか？これは3点あります、はい、1つはもう外に出ていかなくていいことが特に良かったなって思います。朝起きてすぐに仕事ができて、着替えもメイクもしなくていいところとか、自分のペースで仕事ができることがとても良かったなと思います。で2つ目が
クールの中にあるたくさんのマインドセット講義を聞けるので、うん、自分自身の成長につながって生活面でもより過ごしやすくなったと実感していることです。夏木さんはマインドセット動画大好きですよね。もうすごいそのイメージある。マインドセット動画を見るたびにもう吸収力がすごいなっていうのをすごい感じてて、ビジネス全く私も知らない状態で始めたんですけど、夏木さんも全く知らない状態から始められて、でもこう自分でお金を稼いでそのお金を管理してビジネスを進化させていくにはどうしたらいいのかっていうマインドがこうちょっとずつ出来上がってきているのが外から見ててもすごいわかるんですよ。なつきさん知らなかったけど、なんか今まで自分がちょっと思ってたことがつながっていく感じがして、あ、これってこういうことやったんやみたいな、すごい聞くたびに新しい発見があって、毎日楽しいです。ビジネスって、まあ、お金のことだけじゃなくて結構心理学とか、ね、そういうところ哲学的なところとかも実はつながってたりとかもして、そういう発見があった時、あーなるほどとか言ってなりますよね。めっちゃわかります。なります。私もそうやから、すごいわかる。もう3つ目は、もう本当に家族や友達との時間をより大切に思えるようになったことですね。家族と友達との時間ってプライベートだし物販とは切り離されると思うんですけど、でもこうお金が稼げてて物販でも順調だったらこっちにもね、プライベートも本気で楽しめるみたいな、このバランスってすごい大事ですよね。バランスめっちゃ大事だと思いますね、はい、私もそれすごいわかります。じゃあ結構物販初めてすごい良かったこと聞いたんですけど、逆に初めてから苦労したことってどんなことがありますか？始める前はダラダラした生活をしてたので、生活のギャップがすごいあって、私寝るのがめっちゃ大好きで10時間くらい普通に寝てたんですよね。でもなんか物販始めて今は平均7時間8時間くらいで、起きてる時は全部物販に費やして、で物販やらないって決めてる時でもそのずっと物販を考えてる状態でしたね。でも私的にはそこまでしないと本気じゃないなって思ってるのと、苦労というよりかはそれが楽しかったっていうのもあります。これ楽しめてたらもう言うことないですね。やっぱり成長してるからかな。こう自分が成長してるっていう実感があるから、しんどいこととか睡眠時間がちょっと削られても楽しめるみたいな感じなんですかね。まあ、とはいえこの短期間でここまでメキメキ利益上達されるのって、やっぱり夏木さんなりの工夫っていうのがあると思うんですよ。具体的にどんな工夫をされてるんですか？もう一番はでもやっぱり出品数をどれだけ出せるかっていうところを、まあ、自分なりに時間を作って計画を立ててやってたっていうところ、あとはもう写真の撮り方とかも研究して、売れてる人のアカウントとかもしっかり見て真似していくっていうことです。それどんな風に真似してるんですか？なんか売れてるなと思った人のアカウントを見て同じアングルで写真撮ってみるとか、そんな感じの真似をしてるんですか？写真だったら私が買いたいなって思う人の写真を真似する、なるほどなるほど、見せ方が上手だなって思う写真と同じように撮ってみるっていう感じですね。私ができる範囲で同じように撮るみたいな、ちなみにアパレルで写真撮るときってこう壁にかけたりとか床に置いたりとか撮る層に着せたりとか人それぞれあると思うんですけど、夏木さんはどのパターンで行かれてるんですか？最初は壁にかけて撮りました。白い壁の背景で撮ってます。今もずっと壁掛けですか？今もそうですね、大体は壁掛けで、ワンピースとかちょっと形が整えられないやつは床置きにして撮ってます。やっぱそれぞれ変えてね撮られてるんですね。スクールはさっきはもともと必要なものだって思われたっておっしゃってたと思うんですけど、実際にそのスクールで学んで良かったことってありますか？実際にスクールで学んで良かったことは、人とのつながりがあったことが本当に良かったなって思います、なんか一人でやるのって本当に限界があるなって思ってたので、ちょっとこう気持ちが落ち込んだ時でもこう生徒さん同士の励まし合いとかがすごく自分のモチベーション維持につながってるかなって思ってて、講師の方とのつながりとか、
他の生徒さんとのつながりが持てたことで自分に自信が持てるようになったり、うん、想像もしてなかった高い目標をどんどん立てていくことができて、3万円がね今もう28万円になってまだまだねこの先も目標、ちなみに利益いくらまで目指したいとか あるんですか？外注化も進めて、うん、安定して利益50今年に達成したいなって思ってます。いけます、いけます、夏木さんならいけます。でもなんか今一人で28万までいけたから、うん、ちょっと30万まで頑張りたいなとは思ってます。そうですね、ぜひぜひ。じゃあその30万を達成したら外注化でもっと自分の作業量を減らして利益を増やしていくっていう風に自動化していくっていうステップに進んでいただければいいかなって思います。でも夏木さんはあの物販始めた頃にあのやりたいことリストをこう手書きで書いて写真に撮ってね見せていただいたことありましたよね。私はあれすごい印象に残ってて、うわめっちゃたくさんいい目標を持った方だなって思ってたんですけど、今その手前にあるんですか？そりゃします。いやすごいすごい、ちょっと見せてください。素敵、これ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 、もう本当素晴らしい。これ見た時うわーって思ったんですよ。やっぱりその目にいつも見えるところに目標を置いておくって本当大事なんですよね。めちゃめちゃ大事だと思います。すごい大事。私もスイスに移住したい、海外移住したいって決めた時に何をしていくかっていうのを細かく書いたものを冷蔵庫に貼ってました。さつきさんみたいにそんな綺麗に書いてなくて、私の場合も付箋、これはいけたと思ったものを剥がしていくみたいな感じでやってました。でも本当に目で見える形にするってねすごい大事だと思うので、夏木さんはそれを最初からされてたのでね、絶対に目標までの到達のスピードって速いと思います。じゃあね、まあ、最後なんですけど、まあ、これからこう物販始めたいなって思ってる方に向けてこう一言励ましの言葉をちょっと夏木さんからカメラに向かっていただいていいですか？私も本当に初めは不安だったんですけど、本当に今は初めて良かったなって思ってるので、ぜひ勇気を出してご連絡してみてください。本当になんか人生が変わるかなって思うんですよね。ジェンネさんちょっと見てほしいものあるんですけど、何ですか、何ですか、見せてください。私のこの作業場、おーおー、すごい、私のパソコンなんですけど、かわいい、エマちゃんがいっぱい鬼作業、始めた時から鬼作業って書いて貼ってます。すごい、うわー素晴らしい。絶対できる、自分を信じる、やればできる成長できる、すごい。もう本当に私には輝かしい未来が待っているの、本当ですね。そうです。でこれがもう一昨日ぐらいにめっちゃ整理したんですよ、頑張って。うわめっちゃ綺麗に揃ってますね。これ全部これ綺麗にするのが一つの楽しみですもうそこはさすがアパレル、元アパレル店員の血が騒ぐんでしょうね。またね、夏の懇親会でぜひぜひお会いしてちょっとゆっくりお話をしましょう。同じ服にならないようになんかちょっと定番っぽかったら服写メ送りますいや本当ありがとうございました。はい、今日はとっても素敵なお話を聞くことができました。ありがとうございました。私の YouTube では初心者向けの物販に関する動画を中心に在宅ワークや海外生活についての動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。